ジピットチャンネル始まりました。ケントでーす。そうでーす。聞いてくださいよ。あー、大丈夫大丈夫。言わなくてもわかる。もう顔でわかるから。一緒に動画撮ってるとね、はい、企画の打ち合わせなんかいらないですから。あうんの呼吸。もう。ペラペラ喋るな、今日よく。何だと思いますか？あ、言っちゃうよ。下ネタでしょ。失礼だから違うからすごい失礼ですよ、からもうそれめっちゃ失礼全然違う、よかった。緊張してるの。僕がね、言いたかったのは全然下ネタとかじゃなくて、はい、ホルモン注射に関してなんですけど、あー、なんかね、あの、だと思った。よく言うよ、本当に。じゃあ今、月1で打ってるじゃないですか、はい、それをね、いつまで続ければいいんだろうかっていう。あ、それね、いつまで打つつもり？死ぬまで打つ覚悟で始めましたけど、でも実際問題、死ぬまで打つ必要ないのかなとは思ってます。そうだよね、うん、よく言われてるのが、更年期障害とかで閉経して性ホルモンの分泌がなくなってくる、そのタイミングでホルモンも減らしていいんじゃないかってこと言われてるんだけど、実際データが出てないからどうなるかっていうのが分かんないからね。まあでも70、80とかまで打ってない気がするな。打っても60ぐらいかな。どの道更年期障害になるしね。そうですね。我々もう13年ぐらい打ってるじゃないですか、うん、ホルモン注射。僕は250ミリっていうのを月に1回打ってるんだけど、頻度としては。でもやっぱなんで月に1回注射を打ち続けなきゃいけないのかって嫌になる時もあるよね。いまだになれないなっていう、うん、そう考えると女性時代だった頃、うん、月1でコンスタントに生理が来てたわけじゃないですか、うんうんうん、それをね考えると注射1本打つぐらいそんな大したことないんじゃないかなって思って。そうね、いいこと言った。確かに、あの、経験してるか分かるけど生理の方が大変。そうですね、うん、まあ、我々はさ、トランスジェンダーで、うん、こう嫌悪感みたいなのが強かったから、うん、そういう生理の嫌だなっていうのはあると思うんだけど、うん、生理自体大変じゃん。腰痛くなるし、お腹痛くなるし、うん、おっぱい張るし、血出るし、ナプキン変えなきゃいけないし、そう、蒸れるし、イライラするし、ね、でそういうのを考えたらチクっていう痛みなんてそんな大したことないなって思っちゃう。長い人だって1週間以上とかさ、10日とかあるじゃない。僕だいたい5日ぐらいだと思ってたんだけど、僕もそうぐらいですね。確かにあの5日と一瞬のチクって注射を比べたら注射も楽だわ、うん、そうですね、うん、そうだから女性のその生理ってやっぱ尊敬するなって思います。そうだね、だから改めてさ、生理あってよかったなと思うね、うん。ガイドラインとかに書いてあるんだけど、自己責任で自分で体調管理しながらやってってねってこと書いてあるしね、自分で体調管理する、健康管理するっていうのは別にトランスジェンダー関わらず大事なことだと思うから、はい、ね、頑張って打ってこう。はい、ということで、ジピットチャンネルではトランスジェンダーの治療情報配信してますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。最近さ、月経カップってあるじゃない、はい、あれ我々の時代なかったなかった、なかった、中にも完全に、あ、そう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 、で穴って何個もこう使える、何回も使えるやつ、うん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 、経済的にもいいし漏れないらしい。